イギリス空軍で運用されるハドソンマーク V ハドソンは第二次世界大戦時にアメリカのロッキード社で製造された紹介爆撃機である。生産1号機は1938年12月10日に初飛行に成功した。イギリス空軍の要求に従い、ロッキード社が L-14 スーパーエレクトラ旅客機をもとに開発した。後に、 アメリカ陸軍航空軍やアメリカ海軍でも沿岸哨戒機として使用した。また、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、中華民国にも輸出された。1939年5月から沿岸航空隊に配備され、偵察や哨戒任務に就いた。対有望と作戦に従事したほか、北海にてドイツ海軍の補給艦、アルトマルクを発見し、 アルトマルク号事件のきっかけを作ったり、戦艦、ビスマルクの追撃戦にも参加している。1943年頃から、前線での任務は、ビッカース・ウェリントンやより高性能な、コンソリデーテッド B-24 リベレーターと交代したが、輸送機や救難機として終戦まで運用された。また、マレー半島やオーストラリアに配備された機体は、 太平洋戦争にて日本軍と交戦しており、中でも一部は南方作戦時に大日本帝国陸軍により、露角され、陸軍航空審査部などで調査され、後には映画、加藤春戦闘隊の撮影に P-40、ウォーホークや F2A バッファローともども使用されている。また、飛行第81戦隊は、露角したハドソンを97式司令部偵察機から、 百式司令部偵察機への機種転換訓練に使用し、成果を上げている。日本海軍のエース坂井三郎の著書、大空の侍の記述に、1942年7月22日に、オーストラリア空軍ナン、no. バー 35SQN のハドソンと対峙して、これを撃墜したが、敵は勇敢で前方固定機銃を持って立ち向かってくる。先方に戸惑ったとされる。 坂井は基調であるウォーレン,海コワンショーイーカイ海古安省以下、本機のクルーを1997年にオーストラリアの国防省へコ古ンとその搭乗員たちは十分に勇敢であり表彰されるべきであると称えて書簡を送ったが拒絶されてしまった。アメリカ陸軍で運用される A-29 ハドソンは1941年3月からレンドリースポーの適用によってアメリカ陸軍が A-28 として発注することになった。153機をアメリカ陸軍が沿岸障害用に使用した。AT-18 は本機をアメリカ陸軍が高等練習機として転用した機体で他の方と異なり最初から米陸軍向けとして発注された。AT-18 は旋回機関銃の銃刀を英国のボールトンポール射精から 自国製のマーチン車製に換装し、エンジンは 1200HP のライト R-1820 から87を搭載した。大型爆撃機上員の射撃訓練や標的栄光に使用され、1942年から217機が生産された。また、銃刀を撤去し後方練習機とした機体は AT-18A と称され、83機生産された。 アメリカ陸軍が使用した A-29 をわずかに20機だけ受領したアメリカ海軍での機体名。当機には港湾施設の凍結に悩まされる障戒飛行艇と違って陸上の飛行場を使用する総発障戒爆撃機の有用性を本機で認識した米海軍は本格的な開発に乗り出すこととなり PV-1 が開発された。ありがとうございます。